朝7時、この街は夜の街なのか、ほとんど誰も何もやってない。朝食とかあんのかな。平日の朝7時、平日の朝7時、8時なのに誰もいない。朝の方がなんか下手したら危険な感じ。たまたま見つけたオムレツ屋さん、7時に開いてるんです。7時半なんだけど、朝の6時ぐらいの雰囲気。僕は何もやってない。うまい。朝7時なのに誰もいないですかね、これ。これ6時レベルの人のいなさ。あ、8時だ今。もう8時なのに6時レベルの人のいなさ。ここがレンタルバイク屋さん。かっこいいバイクだね、本当に。Japanese passport? Yes. This is very nice. Yeah, Mount Fuji, ne? Is that Mount Fuji? Yeah. Wow, this is so nice. Interesting. Most passports all look the same. Yes, yes, yes. But Japan cover. Is very unique. Yes. It's a cover? It's a cover. So it's got the regular passport? Yes, regular passport. Okay. And That's still a little bit nicer, yes. But yeah. And Akafuji. Akafuji. Wow. Very beautiful Fuji. Yeah. Sunlight. Interesting. Thank you. I want to go to Japan one day. Yeah, very nice. Okay, here Thank we you. Go. Return した. Okay. This is Amsterdam Central. Thank you for my social.気になるのね、多分普通なんだろう。ヤホー、キリマンジャロに行きます。フォーティーワン、フォーティーワン。なんだこの猫ちゃんは。猫ちゃんがいる。長いっつってたんだね。多分これはまだビザじゃないんだけど、入るのに並んでます。ビザの前だと。キリマンジャロインターナショナルエアポート。じゃあちょっと YouTube ですねこれ。初の YouTube。 大丈夫だよね。全然大丈夫です。大丈夫ですね。じゃあちょっと今キリマンジャロで落ち合いました。もう超長かった。よかったです。無事通って。あんなに人が少ないのに。めっちゃ混みますね。1台分の飛行機の砂漠のに1時間かかってるから。やばい、ね。あれ次来たら終わりですよ、ね。そうそうそう。ゆいくん。これ見えてますか？いや、多分ね、あんまり見えてないんだけど、チラチラ見えてる。なるほど。これがキリマンジャロ。結構本当か、しっかり舗装されてんね。そうなんですよ。ね。でも1本外れると一気に砂利道ですよ。俺の森野さんの YouTube 見てる人が、今回もあんなにたくさんメガネ持ってくるのかな。いや今回さ、俺4回ぐらいしか考えてなかったから、あの日にち分なのよ。4日分しかないですか。意外。そう、あんなアコンカグアとかで持ってったら。アコンカグアは何本持ってったんですか。あれ20本ぐらいかな。あれ20日ぐらいかかってんだよ確か。これ壊れないですか。壊れるよやっぱり。1割は壊れる。そんな、同じか。そう、まあね、これで一応キリマンジャロで、あ、まあ、じゃない、パパニューギニアで完結だからね、一旦ね。そうっすよね、すごいな、マジで。これもなんか俺立ち会いたかったですよ。そう、カラスです。終わりですもんね。そう、まあ一応でも、コジロスコ登ってるから。そうだね、体力的にはこれで。一応ここでは終わりとは言うよ、一旦ね。でも、まああっちは男のセブンサミットつって、カラスです、来月。一応ここでセブンサミット終わりってしようと思うけど。ああ、
クラウコさんに行って、あの僕あのパプアに友達がいるんですよ。でホテルのオーナーでクラウコさんが連絡してきてくれて、ちょっと泊まりたいんだけどってクラウコさんが言って、あ本当で僕もそのアドベンチャーと手配して、あの普通の夜のところにパプアで一番いいホテル、マジで多分そうそうそう泊まりたい。本当ただ Wi-Fi がないんですよ。あそう、まあいいよ別に。久々だな、こんな飯、いい豪華な飯食べて。静かでいいね、これ。すごい、これめっちゃいいホテルです。これですよ、かっこいい。セキュリティボックスもついてます。お眠、なんだこれ、お寝巻きもある。あ、しかも、かやがちゃんとあります。やばいです、これ。王様みたいですね。ちょっと、こういうのね。姫がどっちからか現れてみたいな感じでちょっとこれちょっと一人興奮してきました。YouTube 上げるんですか？分かんない。ちょっと後で後々考えるわ。